こんにちは。Bステージアンバサダーの西川智香です。本日は軽バンタイプの車中泊カーをご紹介していきたいと思います。皆さん、ベース車両は何だか分かりますか？なんとスズキのエブリーなんです。こちらの車中泊カーはですね、全体的にベージュのお色味となっております。お顔はフレンチカスタムになっております。フレンチカスタム、皆さんご存知ですか？フレンチカスタムとはフランスのバスをモチーフにされているそうです。見てください、こちら丸めのヘッドライトも可愛らしいですよね。ランパーやホイール、そしてこちらのモールは同色になっていてアクセントになっております。こちらですね、ルーフキャリアとサイドウォーニングが追加装備されています。それでは内装を見ていきましょう。扉を開けると、こちら床下にですね、まず90センチほどの引き出しと120センチほど奥行きのある収納スペースがあります。中には電子レンジ、ポータブルバッテリー、冷蔵庫、ポットがあるなど、気軽にキャンプに行くための装備があります。後ろから見てみましょう。開けてみるとこのようになっております。それでは中を見ていきましょう。まず目につくのがこちらのキッチンです。ポリタンクやシンクがついていて水を出すことができます。お料理をすることも可能です。こちらにはですね、窓がありまして、可愛らしいカーテンがついております。そしてこちらには跳ね上げテーブルがございます。このように簡単にしまうことができます。ポイントとしてはですね、収納スペースが多いことです。ベンチの下にも収納できますし、このように引き出しがたくさんついております。奥行きもあるので、いろいろ収納できそうです。先ほどのベンチがなんとベッドに変化しました。こちらにはご自身のお好きな枕やマットをカスタムすることができます。こちらにある照明はこちらのスイッチで消すことが可能です。そして奥には黒いカーテンもついているので、夜はゆったりと過ごすことができます。こちらなんとですね、コンセントもついているんですね。車内でパソコン作業することもできるんです。こちらの車中泊カー、見た目も内装もとっても可愛かったですよね。中は木の暖かさを感じることができました。電子レンジやポット、冷蔵庫など最低限の装備がついているので、気軽にキャンプに挑戦することができます。私はキャンプ初心者なのですが、この車中泊カーがあれば気軽にキャンプに挑戦することができそうです。皆さんも気軽にアウトドアを楽しんでみてください。次回はこちら通車をご紹介いたします。お楽しみに。
ず目につくのがこちらのキッチンですね。ポリタンクやシンクがついていて。出過ぎました。